入幼児用のロンパース女性用のロンパースロンパースとはトップスとボトムスが一体型になった服。現代の主な用途は入幼児用の遊び着、上着や下着の代用、若い女性のファッション、介護用上着及び下着など。デザインはシャツとブルマが一体化したもの、レオタードや女性用水着のように袖がないもの、ワンピースにブルマが縫い付けられたもの、シャツとズボン。 さらには、靴下部分が一体化したものと様々である。乳幼児用の遊び着及び下着と、成人や障害児の介護用上着及び下着は、おむつ着用を前提にお尻の部分が、通常の服と比べて大きく作られており、排泄物が付着して、重くなったおむつが、体の動きでずり落ちないようにする目的で使われる。おむつ交換を楽にするためにパンツ、または、 ブルマ部分の小部分に開閉ができるようホックが取り付けられていることが多い。重度の認知症や精神障害の患者に使われる介護用下着にはおむつを勝手に外したり、おむつや排泄物で遊んだりできないよう、普通の方法では外せない特殊ホックが使用されることがある。ありがとうございます。